ラインハルト・スリング・ラインハルト・シューリンクは、ドイツの気象学者である。気球による航空の観測を行った。ハンブルクに生まれた。ゲッティンゲン、マーブルク、ベルリンで科学を学び、1890年に大、バーティコル・テンプリッチラブナム・イン・ジーバージェス・ジェ・ジェンド・ニン・イラ・アブ・ハニグ・キット・フォンデア・ビュールクンという論文で博士号を得た。1892年から、ポツダムの気象。 地磁気観測所で働き、1901年から、プロシア気象協会のクイタラテイランデプラシス県、ミティラレジェス県インスティトゥッツで働き、1909年に、気象、地磁気観測所の気象部門のヘッドを務め、アドルフ・シュミットの後を継いで、気象、地磁気観測所の所長となった。1893年から1921年の間、シューリンクは、 航空の気球実験に参加した。これらの実験は、生理学者のヘルマン・フォン・シュレーターやネイサン・ツンツや、気象学者のアルトゥール・ベルソンらが参加した。1901年7月31日、シューリングとベルソンは、開放式のゴンドラの気球で、高度1800メートルに達した。この飛行によって得られた科学データは、翌年、リヒャルト・アスマンらの研究によって、 生奏圏の発見を導いた。また、ベルソンと低気圧化の生理学的影響を調べるために、ベルリン病院に減圧チャンバーを設置した。シューリンクは、ユリウス・フォンハンと気象学の教科書、レイブクデア・ミティララジーを表し、これは何世代かの学生に使われた。ありがとうございます。